危ない危ない、そろそろタバコともおさらばしないとな。刑事以外の日中の過ごし方ね、畑仕事なんてからじゃないからな。でしょう、命を取られるわけでもなし、行ってから知るのも一興ってやつです。天罰か。ひなみざわ村、
圭一、そろそろ着くぞ。起きなさい。こっちに引っ越してきてから圭一が早起きになって嬉しいわね。早起きしないと朝飯を食いそびれるんだよ。ご飯はいっぱい？それとも半分くらいでいい？山盛り。こっちに引っ越してきてから圭一が朝食を欠かさないんで嬉しいわね。そろそろレナちゃんと待ち合わせの時間じゃない？急いで急いで。レナちゃんにお漬物ありがとうって伝えてね。相変わらず早いな。たまにはのんびり朝寝坊したっていいんだぜ。寝坊したら圭一くんを待たせちゃうじゃない。そん時は置いてく。圭一くん冷たい。いつも待っててあげてるのに。サクサク置いてく。キリキリ置いてく。どうして冷たいんだろう。だろう。嘘、ちゃんと待ってるよ。ありがとう。レナが来るまでずっと待ってる。いつまでも。ずっと。レナはロマンスものの文庫本は読んだことあるか？ないよ。読んだことない。
そうそう、お袋から伝言、漬物サンキューでしたって。ううん、どういたしまして。どうだった？しょっぱくなかったかな？その前に聞きたい、あの漬物を漬けたのはレナか、レナのお母さんか。え、なんで聞くんだろう。しょっぱかった？レナか、レナのお母さんか。なんで作った人聞くんだろう、タロウ。どっちが作ったかで感想が著しく変わる。レナだけど。うまかった。え？前回に続きなかなかだったぜ。飯との相性は最高だった。行こうぜ。ミオンを待たせるとあいつうるさいぞ。いつも遅いのはお前の方だろう。おはよう、レナ。そしてケイちゃん、お久しぶり。何年ぶりだっけ？2日しか休んでねえよ。そうだっけか。前に会った時はこんなにちっちゃくて可愛かったのにな。俺は先月引っ越してきたばかりなんだが。こんなに立派に育ってくれて、おじさん苦労した甲斐があったよ。誰が苦労したんだ、誰が。たくましくなっちゃった上にヒゲまで生やしちゃってさ。まだヒゲなんか生えるか。いや、生えてるね。先週ヒゲ剃り買ったでしょ。あれは親父の。なんでお前が知ってる。ミヨンさんの情報収集能力をなめちゃいけないよ。ケイちゃんの昨日の夕食からレナのスリーサイズまで全ておじさんはお見通しさ。ちなみにレナのスリーサイズは。やっぱ気になる。ちなみに高いよ。いくら出す？久しぶりの都会はさ。葬式で行っただけだぜ。慌ただしいだけだったよ。でさ、探しといてくれた？頼んどいたやつ。お前、人の話聞いてないだろう。俺は葬式で帰っただけだぜ。おもちゃ屋巡りをしてる余裕なんかなかったんだよ。ちおもちゃ屋とホビーショップは全然違うよ。特に洋物、こっちじゃなかなか手に入らないからね。みーちゃん、またゲームの話？そう、ケイちゃんに洋ゲーのカタログを持ってきてもらいたかったんだけどね。そんなの、また通販で取り寄せりゃいいじゃねえか。ま、そうするかな。またプレイングの熱いゲームを入荷するからね。今度は私にも分かりやすいゲームがいいな。俺にも分かりそうなゲームがあったらやらせてくれよ。いいよ、ケイちゃんさえよければね。でもうちらのレベルは高いよ。
上等じゃねえか。俺だって遊び百般、遅れを取るつもりはないぜ。じゃあ今度はケイチ君も仲間に加わるのかな。男の子ってきっと外で遊ぶ方が好きだと思ってたからダメかと思ってたよ。ここで先頭を譲るとはな。お手並み拝見ってことかよ。どうしたの二人とも。下がってろレナ、危ないぞ。やつだ。え、じゃあさとこちゃんが。見え見えの罠だな。引き戸の上に挟んだ黒板消し、見え見えだぜ、さとこ。お見事、ケイちゃん。こりゃ今回は勝負あったかな。いや、相手はさとこだ。これだけとは思えない。見たところ黒板消しは普通、石とかは入れてないみたいだな。じゃあさ、ガラガラって開けて落としちゃえばいいんじゃないかな。それだ。見事なコンボだ、さとこ。だが所詮はガキの浅知恵だったな。ケイちゃん、避けて。いっててっと、で。賑やかですわね。一段とスペシャルなトラップワークになったじゃねえか、さとこ。私何のことか分かりませんもの。朝からついてませんわね。てめえ、あいてててて。て腰とかはくじかなかったですか？こうして撫でていれば痛いの痛いのは消えてきますです。ありがとな、リカちゃんのおかげで痛みが引いてきたぜ。わー、リカちゃんおはよう。レナにおはようございます。みんなにもおはようございますです。リカちゃんはいい子だよな。それに比べてサトコは。サト
子はいい子でございますのことよ。いい子はこんな凶悪な罠は仕掛けないぞ。言いがかりでございますわ。何の証拠があって、うわぁ。ごめんなさいって言ってみな。言わないなら。暴力反対ですの。証拠もないのに。言っとくが、俺のデコピンはすごく痛い。ベニヤくらいなら割る。やめて、寄らないでけだもの。人様が聞いたら誤解するような言い方をするんじゃねえ。圭一が2日間もお休みしたから寂しかったのです。仕掛けなさいですよ。さとこちゃん泣いてる。かわいいよ。持ち帰っちゃダメだからね。いや、だってだってこんなにかわいいよ。どんなにかわいくてもダメなの。でもちょっとくらいなら。ダメかな、ダメかな。物もまずいが、誘拐はもっとまずいぞ。諦めろ。じゃあ見てるだけ、見てるだけだよ。それならいいよね、よね。先生来たよ。早く片付ける。さとこ、すずりあんたのでしょ。間に合ったね。起立。気をつけ。教える端から自信がなくなるよ。自分の理解の浅さがわかるな。人に教えるには3倍理解してなければならないって言うしね。ケイちゃんもうちらに教えながら同時に復習もできてるわけなんだよ。ミヨンさ、一言じゃないぞ。真剣にやんないとまずいぜ、こんなレベルじゃ。別に進学校を目指すわけでもないし、受験に必要なそこそこができてりゃ十分十分。みーちゃん、ケイチくんが頑張って教えてくれるんだからさ、私たちも頑張ろうよ。レナは素直ないい子だな。先生がきっといい学校に進学させてやるからな。ありがとう。レナには特に教えてやるからな。二人きりでプライベートレッスンだぞ。プライベートレッスン。都会じゃさ、こんなに勉強しなきゃいけないわけ？この程度はできないと進学できないね。
進学できないから勉強するわけ？まあ平たく言えばそうなるな。将来役に立たないのは承知で。こっちじゃあさ、出席日数が足りてりゃみんな進学できるんだよ。そうなのか？そうかもね。試験で振り落とさなきゃならないほど人もいないし、誰でも進学できるならさ、そんなにガリガリとやることもないんじゃない？まあそうだけど、でも一般常識程度にはできた方が。おじさんはそんな無駄な勉強に時間をかけるよりさ、この思春期の貴重な時間をもっと有意義に過ごすために使うべきじゃないかなって考えるわけよ。けいちゃん、おしまいおしまい。さあ、楽しいランチタイム。けいちくん、お昼にしよう。よっしゃ、飯にするか。ミミチク日の丸弁当に決まってますわ。さあ、恥ずかしがらずにお見せなさいな。ほらほら。おう、お待たせ。では、ミー委員長の号令でいただきますです。あらあら、さとこさんのお弁当こそ大奮発ですこと。煮物がシックでいい感じですわ。あら、ビミ。お、里芋がいい感じだぞ。煮物は冷めててもうまいよな。夕べの夕食の煮物、少し取っておきましたですよ。この煮物もリカちゃんが作ったのかい？こいつはお袋の味クラスだよな。リカちゃんって何気にそういうの得意なんだよな。お裁縫とかお洗濯とかも上手なの。すごいよね。すっごいよね。リカはいろいろとすんごいんですのよ。お前が威張ることじゃねえ。僕よりレナの方がお料理は上手です。そのね。これ前に評判良かったからいっぱい作ってみたの。美味しいかな、かな。かなり合格点。あ、ミオ、お前取りすぎだよ。上手ですことよ。ケイチさんとは大違いですの。だからお前が威張ることじゃねえだろ。さとこだってケイちゃんと変わらないじゃんよ。あんたブロッコリーとカリフラワーの区別つくようになったわけ？
おいおい、ブロッコリーとカリフラワーの違いなら俺だってわかるぜ。わかりますもの、わかるもん。ケイチくん、どっちでも茹でてマヨネーズかけると美味しいじゃない。いじめちゃかわいそうだよ、みーちゃんも。まあまあ、家庭科の授業ってことで。じゃあさとこ、これは？でもそれ、アスパラ…うん、黄色がカリフラワー、うん、緑がカリフラ…さあどっちだ？ん？多分黄色がブロッコリーで、青がカリフラワー、うん、でも緑はその…本当にどっちか分かってる？降参した方が良くない？答えなよ。わかるもん、わかるもん。今、一体、何が？ケイちゃんは食らうの初めてだよね。今日のはまだ、甘い方。甘いって、これよりまだ上があるってのかよ。